ウクライナ侵攻後、ロシアや中国は何をしてくるのかわからないという結論に、日本も防衛費を GDP2% と言われていますが、上限なしとの情報もキャッチしました。今回は、この防衛費の問題を詳しく見ていきますね。中国の台湾海峡での軍事演習あんなことする。2022年2月24日に始まったロシア・ウクライナ戦争は、この7月末で、ついに半年目に突入しており、南部のヘルソン方面でこそ、ウクライナ側の反転攻勢が囁かれるものの、まだロシア優位な戦況は、続き長期化しようとしている。喉元過ぎればという格言通りに、日本のマスメディアでは、昨今、このロシア・ウクライナ戦争を取り上げる回数が、著しく減少しているように見え、むしろまたしても、勢いを増す新型コロナウイルスの蔓延報道の多さが目立つ。ただ、そうした中で、2022年も夏場を迎えた日本では、2023年度の国家予算を編成する時期に差し掛かり、この内容については、ロシア・ウクライナ戦争の影響が、極めて大きな影響を及ぼすであろうことが指摘されている。これは、2023年度の予算の編成にあたり、基本的に多数の各省庁からの予算は前年並みに抑制する流れであることに比して、ロシア・ウクライナ戦争を鑑みて、防衛費は上限を設定しない方向であるためであり、特例措置とされている。日本の現岸田政権は去る2022年6月に公表していた骨太の方針でも、日本の防衛費の目安を対 GDP 比で NATO 加盟国の目標とほぼ同等の 2% とすることを打ち出しており、5年でこの目標に近づけることが予期されている。もともと NATO 加盟国が目標としている対 GDP 比と日本のそれとでは包括する内容が完全一致はしないため、単に 2% という数値だけでは片刃判断できないが、かつて日本が 1% を目安にしていたことからは増えてはいる。そうした流れを捉えて、一部の勢力は日本が再び軍備拡張の道を再び歩もうとしていると、そうも変わらぬ太平洋戦争後に一貫して言われてきた非難を続けているが、むしろ日本を取り巻く安全保障環境はますます厳しさを増している。かつての旧ソ連陣営とアメリカ陣営との冷戦時期の日本は、旧ソ連の北海道侵攻の可能性や、その戦略型原子力潜水艦による日本近海を経た太平洋方面への展開を最も危惧していたが、1991年の旧ソ連の崩壊で、これらの可能性は減少した。しかし、代わって、日本の安全保障上の脅威となっているのは、ロシアからの技術の入手によって、新型弾道弾や巡航ミサイルを次々と開発している北朝鮮や、海洋進出を、かつてない速度で推し進めている中国の台頭だと言える。北朝鮮の場合は、通常兵器による日本への侵攻の恐れはないことは救いだが、その反面、地上配備型のミサイル迎撃システムである、イージス・ショアの計画中止等もあり、ミサイル防衛という考え方自体を見直す必要も生じている。また、1990年代以降に急激に経済力を獲得した中国は、2000年以降には東シナ海から南シナ海へと海洋進出を推し進め、この2022年6月には3隻目の航空母艦、福建を進水させるなど、西太平洋への進出をも念頭に置いた影響力の拡大を狙っている。2022年時点で、単純な中国の軍事費は25兆円以上と推察されており、5兆円台の日本の防衛費の少なくとも5倍以上に達しているため、すでに
日本が単独で中国に対峙できる域になく、これ以上の差がつかないようにすることすら困難だろう。そうした現実的な側面からは、確かに中国との軍拡競争に日本が乗り出すような方針を取ったとしても、有効には機能せず、むしろ中国との経済関係を軸にして、安全保障体制にまでそれを拡大していくことが肝要との意見にも一理はあった。そして、これまでの太平洋戦争後の流れで考えれば、ある程度以上の大きさの主権国家が、他の主権国家から戦争を仕掛けられるような動きは減少していたと言えたが、今回のロシア・ウクライナ戦争は、この流れを完全に捕鯨にした。そこにあるのは、経済的な合理性よりも、ロシアのような専制国家が、指導者の一存で、今の時代ですら、国家間の戦争を開始することがあり得るという現実であり、ロシアは、自らは、頑なに、戦争という表現はしていないものの、本質は変わらない。ロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにしても、日本の親ロシア派の一部は、西側諸国からの兵器供与なくしては、ロシアと戦えないウクライナを指して、自前で抗戦できる能力がなければ降伏するのが当然であるなどと公言している。また、多数の大手のマスメディアを含め、大学等の教育機関に根強く残存している日本の左派勢力は、反米の観点から、結果的に、ロシアを利することにしかならない絵に描いたような平和主義を未だに掲げ、その姿勢を改める様子は微塵もない。こうした手合いには、もはや、いかなる正論を説いてみたところで、ほとんど信仰のように、自らの唱える言説を繰り返すばかりなので、意味をなさないが、現実には、少数の支持者しかいない、こうした考えが、インターネット上には溢れている。ロシアは、今回のロシア・ウクライナ戦争でも、自国に、都合のいいフェイク情報を、盛んに、インターネット上でも流布し続けているが、こうした現状を見る限り、近年のアメリカ資本の代表例たるグーグル等も、脇が甘いようにしか感じられない。さて、日本の防衛費に話を戻せば、現状で、それは、2013年12月に、初めて打ち出された国家安全保障戦略を基本の指針として、その下に防衛計画の大綱があり、さらに中期防衛力整備計画が定められており、これに基づく予算化がなされている。国家安全保障戦略は、当時の安倍政権が今後の10年程度を鑑みて策定した基本指針であり、もともと存在した防衛費のあり方をまとめた、防衛計画の大綱や中期防衛力整備計画の上位の概念として位置づけられるものとなった。現岸田政権はちょうど2013年の初の策定から10年を迎える国家安全保障戦略を再策定する時期に差し掛かり、今年2022年の1月から、いわゆる敵基地攻撃能力、今は反撃能力と呼称される手段の保有について、歩を進める予定とされていた。また、2022年現在では、2019年度から進められている防衛計画の大綱、通称30大綱や、その下の中期防衛力整備計画も、同時に見直すタイミングが重なっており、国家安全保障戦略に合わせて、これらの改定も行われる。2023年度の防衛費については、こうした基本指針の見直し時期に該当することから、あらかじめ金額を定めず、かつ上限も設けない事項要求というやり方で進められることになり、これは新型コロナウイルスの対処でも用いられた手法だ。2022年度の日本の防衛費はおよそ5兆4000億円だったが、現在から5年後の2027年度を目標に、本当に、追 GDP 比で 2% 以上を確保しようとするならば、少なくとも2023年度でも
6兆円を超過する予算規模になる可能性がある。不幸にして、凶弾に倒れて世を去った国家安全保障戦略策定の盾、役者の安倍元総理は、存命中に2023年の防衛費の額を7兆円前後と述べるなど、単純計算よりも、さらに増額となる形にも触れており、岸田政権の着地点が注目される。ちなみに、今回のロシア・ウクライナ戦争において、NATO 加盟国中最大の経済規模を持ちながら、ウクライナへの支援が不十分だと叩かれることの多いドイツだが、現バーボック外務大臣は、前政権までの軍事費の行き過ぎた削減が根本原因だと述べている。